素晴らしい戦いを見せてくれました。そして残りました5名の皆様に一言ずつ聞いていきたいと思います。まずは1位通過、内藤真由美プロです。おめでとうございます。ありがとうございます。入ってますよ。 ありがとうございます、はい、いや1位でこの開幕戦ここの立場にいる、どんなお気持ちでしょう。もうやるしかないんで思い切ってやります。ここまでの戦いは苦しかった、楽しかった。苦しかったです、はい、どんなところが苦しかったですか。やっぱあの12ゲーム12ゲームの長丁場っていうのと、あと対戦っていうので、気にしてないつもりでも気にしてるのがあったので、まあ、でも良かったです、はいはい、では意気込みをお願いします。初タイトルかかってますんで、負けないように頑張りたいと思います、はいはい、頑張ってください。おめでとうございました。さあそして2位通過となりました堂本プロ。はい、悔しいですそうですよね、最後にね直接対決でというのがありましたが、良かったところはどんなところでしょう。良かったところは昨日の時点では、まあ、自分の中では上出来ぐらい、ラインもボールも自分の予想通りの動きとかでアジャストができたんですけど、今日はもう体も心もボールも不一致でしたまあね、300出せたことはすごい嬉しかったんですけど、もうとにかく打つことしか考えてなかったので、対戦よりも点数しか考えてなくて、それが、まあ、トップまで行けたことが、まあ、自信にはなるかなと思います。意気込みお願いします。はい、最後の1ゲームまでその投げ抜いて、皆さんにお礼が言えるように頑張っていきたいと思います、はい、頑張ってください。さあそして3位通過となりました姫路プロです。ご自身では納得はしてますでしょうか。ほっとしてます。テレビ決勝にはどうしても残りたかったので良かったなと思ってます。どうでしたか、24ゲームすべてがラウンドロビン。あっという間でした。もっと長く感じるかと思ったんですけど、自分にとってはレーンが難しく感じたので、こうかなかなって挑戦してるうちにあっという間に終わりました。疲労感と心地よさとっていうのはなんかバランス的にどうですか。もっと疲れるかなと思ったんですけど、まだまだ投げれそうで、それも安心してます。まだいけますでは意気込みお願いします。はい、あと3ゲーム投げさせてもらえたらと思います。皆様の応援でピンを倒してください。お願いします。頑張ってください。さあそして4位通過の坂本佳也プロです。おめでとうございます。はい、はい、よかったですね、ちょっとストライクも続いていて、すごくいいところもあるなという感じがしたんですが、ご自身ではどうですか。そうですね、そこまで難しいとかよりはもうボーリングを楽しもうという気持ちで、自分らしいボーリングができたのでここまで来れてよかったです。本当に素晴らしいメンバーとのこうラウンドロビンだったんですが、緊張とかはしなかったんでしょうか。そこまで緊張感はなく、はい、楽しくボーリングができました。素晴らしいですね。さあそれでは意気込みお願いします。はい、出場できたチャンスをしっかり生かせるように、最後までしっかり諦めずに頑張りたいと思います。頑張ってください、はい、さあそして5位で通過しました松尾プロです。おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、午前中はどうしようってこう考えあぐねていたんですけれども、後半の伸びすごかったですね。はい、昨日も、前半が全然マイナスで、昨日も後半でなんとか上まで行けたので、今日も前半が全然ダメでまた下まで落ちていっちゃったんですけど、自分を信じてもう必死に投げました。最後も5振れから全てストライクで、本当に次につながる投球でしたね。はい、もう本当に後がないっていう思いだけで投げました。では意気込みお願いします。はい、ここから4ゲーム優勝まで長い道のりですけど、一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いします。頑張ってください。以上、決勝ステップラダー進出5名の皆様にお話を伺いました。頑張ってください。JPBA ウィメンズオールスターゲーム決勝ステップラダー、まずは5位決定戦、坂本佳也4位通過で上がってきました。そして5位通過で上がってきた松尾聖夏、ともに2016年にプロ入りの49期生、同期対決。はい、去年の新人戦で初勝利を挙げた坂本、2017年のプリンスカップで初優勝をしている松尾。
ずは坂本はストライク。いやー本当にボールに勢いありますよね。さあただこの予選ラウンドの後半で素晴らしいボーリングを続けてきた松尾。こちらもストライク、ね、あのこの2人は今日の予選ラウンドでこの25番26番レーンを使用していないんですよね、うん、初めて入りましたねここ、はいはい。まあ、練習ボールがありましたので、はい、ある程度は掴んでるみたいでしたけどね。でね、練習ボール見てると、坂本さんは左のレーンの方があまりストライク来てなかったんですよ、はい、なのに10フレームを25に持ってきたっていうのはどういうことかなってちょっと思ったんですけどね。そのあたりもどう出るか、うん、ただここはしっかり取りました、うん、掴んでるんですかね、うんうん、でもちょっとした失投でなんか大きく出てたので変化が、はい、うん、いやお互いにいいスタートをしました。練習ボールで一番合ってたのは松尾さんでしたね。そうですね、はい、一番いい形でずっと投げてましたね、はいはい。1月17日に19歳になった坂本花耶です、うん、ポイントランキングは20位で終わりました。昨年今大会は20位までがね出場権利をまず持っています、はい。ああ使った、気持ちは使った、スプリットになってしまいました、はい。松尾はターキー、一つここで二人に差が生まれました。今日後半の6ゲーム全勝だったらしいですよ、まだ250近いスコアを何度も出してたんですよね。出してましたもんね。この一品が後半にどう響いてくるかというのもあります。本当ですね。松尾はこれでもう一個取るとかなりリードを広げていきます。こちらにもスプリット。同期対決って、はい、一緒なんで力入るんですよ。勝ちたいって気持ちがあるんでね、うん、はい、例えば先輩だったら向かっていこうって気持ちでいけるので意外と楽に対戦できるんですけどね、はい、またお互いね早く2勝目が欲しいというね。はい、そうですね。うまくいいところに投げていきました。左の方がいい、掴んでたんですね。うん、お互いにオープンフレームを一つ作りました、はい。現在ワンマークリードは松尾ですので坂本にとっては次ストライクを取ってまず追いついておくこと。そうです。これがどうだ。あ、来ました、素晴らしい。今度はしっかり取りました。右のレーンです。これで追いついた。さあ松尾は離されないためにここはストライクを取っていく必要があります。はい、中に入りました。練習ボールの時に坂本さんもあの辺からこう投げてて集めて3番に当たらなかった、多分ね
ガッと中入ったんだと思うんですよ、うん、そしたら中に入ったらオイルを感じたんでしょうね、それでアイーレンだと思ってあちらをテンフレにしたのかもしれないですね。そうですか、うん、だからずいぶん中入ってるんで次ちょっとねあの上から見てみましょうかね。はい、まあね、この2人普段は仲いいみたいでね、うん、笑顔で話してるんですがやっぱりこの勝負の場面は表情も変わってね、昨日も一緒にご飯食べて、はい、しゃぶしゃぶを食べたらしいです。でも勝負は勝負ですからね、はい、相当ね中に寄ってるんだと思うんですよね。まあ、随分中から投げてます、はい、うん、また左のレーンは確かに本人が選んだように、うん、そうですね、いい形にやっぱ来てますね。まっすぐにこう行ってくれるんだと思うんです、走ってくれるんですね。それで左をテンフレームに選んだっていうのがちょっと分かりましたね。はい、対するまあこの松尾選手は右のレーンの方があったそうな雰囲気はありますよね。そうですね、先ほどちょっと失投ですかね、うん、スプリットね出してしまいましたけど、やっぱ練習ボールから右はね特に本当に良かったですもんね、はいはい、うまく対応しています、はい、さあスペア取れるか、うん、ちょっと本人もドキッとした表情を見せました、うんうん、そうなんですよね。さあ並んで後半戦、ただ松尾はストライクを取っています、うん、さあダブル持ってくれるか、取りました、素晴らしい。さあ松尾選手は、はい、うん、14、5枚ですね。坂本選手では外気味なんですけれども、ちょっと外気味ですけどね、うん、さあこうなると坂本花也第7フレーム、はい、フレーム数も少なくなってきたところです。はい、いや確かにこれお互いが刺激し合うようなそんな展開になってきました、うん、ただ掴んだ時のあのストライクのつなげ方は2人ともすごいんですよ、はい、あのものすごい続けますのでね、うん、お互いにこれいけばいいですね。さあお互いにオープンフレームが一つあります、はい、あ、これは大きいですよ、ここでターキーは、はい、松尾も乗ってきています、はい、ここは坂本はダブルが欲しいです、はい、食らいつかないと、はい、現在2マークリードに変えた松尾、うん、厳しくなりますからね、ここを持ってきたいところですが、熱い、 あれがね、このシーンがね、あれが怖かったんですよ、左のレーンはね、はい、うん、これは大きなフレームになってきたかもしれません。このフレームで2マークリードになると、それでしっかりあの松尾さんが掴んでますからね。そうですね、はい、さあこれはしっかり取らないとダメですよ。はい、取れました。さあ松尾聖果、ここもつなげることがあれば、うん、2マークが3マークになるとちょっと厳しくなりますね。ちょっと掴んでますね、はい、綺麗に投げました。これも全部持ってきて相手の、ね、ミス待ちみたいになるんで全部持ってこなきゃいけないですね。そうですね、はい、持ってきて223ですからね、はい、うん、来ましたね、はい、とりあえず来ました。
ただこれ松尾がここでストライクを取りますと松尾の勝利が決まるんですね。打ちミスしましたね。ただ、今ミスしました。ここでミスが出ました、はい、ただ大きなリードを保っています。ただパンチアウトしても松尾さんがスペアを取ればもう、うん、まずはもうパンチアウト絶対条件ですから、はい、外した段階で負けは決まってしまいますね、はい。まあと坂本かやストライクを取ることはできませんでした。同期対決松尾聖佳坂本かやの一戦だったんですが、まあ、非常にいい調子いい形を作った松尾がこの対決を制しました。これで今回の大会オールスターゲーム、まあ、5位が坂本かやということになります。まあ、でも松尾にやっぱり勢いありましたね。ありましたね、うん、それとやはりあのレーンの選択ミスだと思います。私あやっぱり、うん、おっしゃってましたね。やっぱり左の方が難しいんですよ、うん、これは上位者が選べるのでね。そうですね、はい、ですから坂本に4位通過の坂本に権利があったんですけれども、はい、まあそのあたりの判断もね、うん、やっぱり一つ試合の中のプロのね技術ではありますよね、はい、うん、さあそして2人がしっかりと笑顔で握手を交わします。ただちょっとね睨むシーンもありましたけれども。そうですね、はい、233対203、同期対決は松尾聖佳が勝利をしています。どうぞ検討いたしました。坂本かやに大きな拍手をください。さあ松尾聖佳が4位決定戦へと進んでいきます。それでは勝ちました松尾のインタビューです。同期対決を制しまして4位決定戦進出を決めました松尾聖佳プロです。おめでとうございます。ありがとうございます。集中してましたね。はい、しました。このレーン今日入るのは初めてだったんですけれども、いかがでしたか？そうですね、今日は若番のレーンが多かったので初めてだったんですけど、本当に一球一球悔いのないように集中して投げました。7フレでダブルが来るというのはすごく大きかったポイントだったと思うんですが、あそこはどんな気持ちで投げました？そうですね、もう本当にあのかやちゃんはもう楽しんでいつもボーリングしてて、もう一番それが怖いので、自分も楽しもうと思いました。さあ次は姫路プロとの対戦です。意気込みお願いします。はい、姫路プロと戦いたくて1回戦頑張りましたので、これも一投一投もう本当に後悔のないように頑張りたいと思います。おめでとうございました。松尾プロでした。ありがとうございます。それでは第4位決定戦スタートいたします。JPBA ウィメンズオールスターゲーム2019ステップラダーの4位決定戦。さあ5位通過で上がってきた松尾聖佳が同期対決坂本かやに勝ちまして、はい、3位通過の姫路うららと対戦をします。20年目の姫路、4年目の松尾。練習ボールはね結構いい流れで投げていたんですけどね。ですよね、ちょっと気持ち打ちミスしてましたかね、うん、さあただ松尾も先ほどねいい感じで進んでましたからね、はい、同じように投げれるかどうか。こちらはうまく投げてきました、うんうん、同じように投げてますね、はい、はい、
このレーンでね、はい、投げた時に姫路さんちょっとねイメージが中途半端だった時にウレタンのボール、はい、リアクティブじゃなくてウレタンのボール使ってとりあえず硬くいこうと思ってその時は226を打ってるんですよ、はい、でもそのボール使うかなと思ったらもう中に入ってるからウレタンじゃ飛ばないと思って今のボールに変えたみたいですね。またおお危なかったですね今ね、はい、はい、厚めに行きましたね。お互いに厚め行きましたね右のレーン。確かそうですね、うん、ちょっと遅くなりましたかね26レーンがね。うん、ちょっとおかしいですね、はい、ストライクこそ来ましたがうん、うん、おかしいですね。姫路うららは現在優勝回数が18回ということで A 級シードの権利はまで残り2勝、うん、弾みをつけていきたい大会です、はい、いろんなことがあるのでプレッシャーをいっぱい感じてると思うんですよ、はい、包丁さん、はい、ただその姫路プロまだまだ余裕があるということをおっしゃってましたよね、はい、で昨年なんですけれども海外で の試合経験というのがすごくやっぱり生きているようで、うん、1日16ゲーム合計32ゲームのラウンドロビンとか24ゲームのラウンドロビンを経験してきたのでそこから考えると今回はまだまだ体力残ってますと、うん、すごいですよね。去年はねアメリカでね戦ってましたからね。そして20年目ということでそのキャリアの中で斉藤プロとね2005年にジャパンオープンを戦ってるんですよね、はい、決勝74勝目を斉藤プロが挙げた試合なんですがそれ以来こういった公式戦の場で斉藤プロと対戦できたのが本当に嬉しかったということになりました、ね、そうですよね。まあですから姫路プロもねもう若手からは姫路さんと対戦できるのが嬉しいとね言われる存在ですけれども姫路さんにとっては斉藤さんたちがね、はい、そういった存在なわけですよね、はい、おお倒れました。今のストライクは大きいです。ボール変えますね姫路さんね。あまりうまくいかなかったんでね、うん、はい、まあ、今使ってるボールも非常に悪くなかったんですよね。あれは方が良かったと思うんですけど ね、これ練習ボールで投げてね、うん、変えてましたよね。あれで投げると思ったら違いましたよね。あ、行きましたね。何だったんですかね。いろいろ思うところがあったんですよね。あったんですね、はい、でもいきなりね2フレダメでしたからね、はい、うん、今の方が天秤も倒れそうですよね。それであれで投げててうまくいかなかったら金色のボールを出してくると思うんですよ。もう一つあるんですよね。ありますからね、はい、でも松尾さんがねダブル持ってきて先松尾さんとりあえず相手強いんでターキー持って先進みたいですよね。まあ終盤はね本当に追い上げてきますので、はい、天秤です ね、まあ、ここね今のはね、はい、まあ、ミスせずいくことがまず大事ですからね、はい、やっぱり、うん、いい形で投げられてます ね両連とも、はいはい、さあこうなるとさあ姫路うららが追いついてきました、はい、うん、あこれはねこれのミスです。こういうミスしたらね強い人に対して大変ですね、はい、姫路うららが合っているボールを使い出したところで、うんうんうん、オープンフレームを作ってしまいました、はい、姫路さん余裕出ますからねこれでね。
ると、うん、なかなか止まらない。さあ松尾にとってはこのオープンフレームが大きく響いてきます。はい、姫路が2マークリードに変わっています。まあ、また心境も同期が相手の時と大先輩が相手の時と違うでしょうしね、今、うん、プレッシャーはねあるでしょうし、うん、でも同期の時の方がプレッシャーあると思いますよ。そうですか。逆に、うん、大先輩とやってる時はもう胸を借りるつもりで投げるので、うん、危ない。 あらどうしたんでしょう。オープンフレームが続きました。ましたね。うん、このミス2つはなかなか姫路うらら相手には、ね、ちょっとねイージーミスした時点でちょっとフッと切れましたね。うん、集中力がね。逆に集中力がどんどん増しているのが姫路です。はい、そうですね。はい、もうこれで4マークリードですか。うん、ちょっと中に厚く入りかけてますね、うん、さっきから。はいはい、7フレからオールウェイ行くつもりで投げないとダメな状態だったので、ここでね来なかったので本当にもう大変ですね。姫路さんがミスするって感じはありませんからね。はいはい、またワンミスでは足りないんですよね。うん、はい、うん、こう止まりましたが、はいはいはい、大きなリードには変わりはありません、はい、まあまあ、すべてストライクを出すつもりで。そうですね、はい、もうそれしかありません、はい、全部来ても210台しか行きませんのでね。はい、全部来て216です、はい、ミスはしません、はい、まあ、姫路さんが9点両方ミスるっていうのは考えられませんからね。そうですね、はい、まあ、最後までしっかりパンチアウトして悔いのないように投げた方がいいですね、うん、こうなってくると次の一投で、瞬間もう松尾は伸ばせても196しか出ませんので、はい、数字の上でもう姫路うららを抜くことはできません、はい、やはり姫路うららの壁は厚かった。イージーミスしてからちょっとおかしくなりましたね。またそのミスが続いてしまったことでね、はいはい、あそこで一つ返していけてたらまだ分からなかったんですけどね、うん、これは悔いのないように投げたいって言ってたんですけど悔いが残りますね、このゲームはね。
に言うと姫路うららは非常に集中をして大きなミスもなく、うん、はい、やっぱり本人もまだまだ余裕ありますというようなところが、うん、あの体力的にはね、はいはい、プレーと表情からも見て分かります、うん、体力は余裕あるんですけど、あと精神的なものも加わるので決勝戦まで行くとね、はい、でもそこに一番やっぱり経験踏んでるというのは姫路選手ですからね、うんうん、あの最初言いましたけど3位から立ち上がったら本当にね優勝できる可能性っていうのはパーセンテージがアップするんですよね、はい、レーン掴んできますからね。いやですからね、こう松尾もねいい流れがあっただけに流れって一つのフレームで止まってしまうっていうのもね、はい、またボーリングの恐ろしいところで、天品の倒れ方が素晴らしいですもんね、うん、それこそもう勝利は確定しても気を抜かない、うんうんうん、もう次のことも考えながらね、はいはい、危ない、ゴモストライク、はい、最終スコアは249対174、3位通過の姫路うららが次へと進んでいきます。松尾聖果は4位という結果になりました。松尾聖果の第4位が決定いたしました。どうぞ検討いたしました。松尾聖果にも大きな拍手を送ってください。やはり強かった、強かったですね。それでは勝ちました姫路プロのインタビューです。3位決定戦進出を決めました姫路うららプロです。おめでとうございます。ありがとうございます。練習ボールをしてボール吟味したんですが4フレですっと変えましたね、うん、そうですね、練習ボールでいいんじゃないかと思ったボールが全然違ったようなので柔軟に対応できてよかったです。まだまだ余裕はあるとおっしゃってましたが今でもまだまだ余裕ですか？ここから12ゲーム投げれます。さすがです。さあ次はですね堂本プロとの対戦となります。意気込みお願いします。はい、すごいビッグゲームが出るんじゃないかと怖い相手ではありますけどレーンの変化に、遅れを取ることなくストライクが出るように一生懸命投げます。頑張ってください。ありがとうございます。姫路うららプロでした。決勝ステップラダーの3位決定戦です。さあ残すところ3人に絞られてきました、はい、勝ち上がってきた姫路うらら、まあ、3位通過そして2位通過の堂本美沙、うん、まあ順位だけでいうと順当な2人になっていると、はい、いうところでまずは姫路うららです、うんうん、ボールはねさっき途中で変えたボールをそのまま使いますね。はい、はい、そうびっくりした。今放送では見えないんですけども杉本さんの体も同じように動きました。びっくりした、はい、それだけ緊張感が、ね、ありますので今の指ですか、いや足ですかね、どうです、いやどうでしょう、今ちょっと補助器具を、ね、結び直したところもあったので、うんうん、うまく いきませんでしたね今ね。そうですね、狙い通りいきませんでした。はい、リズムがね、うん、いつもと違いました、はい、さかなり時間を空けての登場になりました堂本美沙、今日はパーフェクトも出しました、はい、左をうまくつかめば、はい、ストライクは続く可能性ありますけど、うん、掴みましたね、練習ボールでストライクでスタートをしました、はい、うん、さあこの堂本なんですが、あ、もう15より
うちですね。中17、8を通ってますね。はい、相当中入りました。まあ、昨日今日の内容でいうと確かに堂本美沙の一気にスコアを出す力、ビッグゲームを出しそうな雰囲気というのはね、うん、出てますので。昨日の点数はすごかったですね、はい、で今日はちょっと悩んでましたね。パーフェクトは出ましたけど、あの平均するとそんなに良くなかったんですよ今日は。特に中盤苦しんでましたよね、はいはい、ただ掴んだ時のそのストライクラッシュはすごいものがありますからね、はい。あ、ちょっとまだうまくいってませんね、はい、堂本美沙が18年目、2002年にプロ入りの35期、姫路うららが20年目、2000年の33期と、うん、まあ、ですからもうそのいわゆる A 級シード組を除けばこの辺りの選手が引っ張っていく存在ですね。お互いにここからになります、うん、お互いにねまだしっくりいってないんですよね、体がね、どうもちょっと間空いたりすると、はい、うん、それに元に戻るまでちょっと時間かかるんで、1フレ2フレはちょっと体がまだ動いてない感じなんで、これこの辺からですかね、はい、しっかり自分のタイミングで投げれるのは、うん、先ほどはこの左25番連はストライクでした、うん、10番ピンが残ります。ただね、中に入ってるんで、はい、天ピンが残りやすくなるんですよ、29連、うん、ポケットはもう掴めましたけど、はい、天ピンが倒れるかどうかになっちゃうんです、うん、次ね、姫路うららにもストライクが来ました、うん、この辺でもう姫路さんらしい投球できたんで、はい、また、先ほどのぐらい集中して投げれるようになると思うんです、姫路さんは、うん、で堂本さんは天秤が残ってるうちは姫路さんは安心なんですよね、もう続いてこないから、はいはい、おっとどうでしょう、さあまず姫路うららが一つリードを取っていけるかという場面になりました、うん、もう3フレ投げたので体はしっかりしてきたので、はい、この辺はしっかり投げれると思います。あ、来ましたね、先ほどと同じようなピンアクションをしだしましたからね、はい、いいですね、まっすぐに投げてちょんと入れてね、いっぱい曲げないで、中投げるときはやっぱりタイトって言うんですけどね、はい、外に出して戻すんじゃなくてタイトにまっすぐにポンと投げるのがいいんですよ、姫路さんが一番それ上手ですよね、はい、今得意なアングルじゃないですか。さあ堂本美沙がここで早めに対応していかないといけません、堂本さんも中のタイトに打つこの打ち方はうまいんですけどね、うん、はい、ただ左が中に入りすぎているので天秤が倒れるかどうかなんですよね、このピンアクションを見てもらっても分かるように、これは後で、はい、まだいいんですよこれね、右のレーンはね、はい、はい、両プロともにですね、もう一投投げ終わったらすぐにメモ、すぐにメモと確認をしながらの投球ですね、うん、
まあ、それぐらいもうここからの対戦はね、一つミス一つ出遅れるともう取り戻せないかもしれません。おお、2度目珍しいですよね、あのね、うん、あれおかしいですね、また合わない、うんうんうん、いやこれちょっとなかなか見ないシーンですね、うんうん、なかなかね、一回ボールを置いて深呼吸した方がいいですよね、はい、姫路うららに少し異変化、うんうんうん、この時は足のことは考えない、振り子を考えたらいいんです、ね、はい、足を考えるとねおかしくなるんで、出して下ろしてって振ってスッと投げた、ちょっと長いですもんね、出にくいのかな、うん、うん、いやこれはめったにないシーンですよね、イップスになりましたね、よくあの緊張したり、はい、いろんなものが重なると休憩したでしょ、はい、あれで体のあれが変わっちゃうんですよね、うん、もう大きく出した方がいいですね、アップシュアイがあの小さいですもんね、今のも気にしたような仕草見えました、うん、直前にあのね、プッシュアイが小さいとすぐ降りちゃうもんで足と合わなくなるんで、もうもともと大きいんだから全部大きくしてゆっくり行けば多分大丈夫と思うんですけど、そこに気がつくといいんですけどね、いやちょっとね、ちょっとこんなことがね、珍しい、起こるの、うん、どうしたんだという状況、うんうん、ああ来ましたね、ああ、はい、来ましたね、さあ堂本がここでダブル、うん、このスペアメイクの方にも影響が、ね、うん、影響ありますよね、タイミングですからね、はい、一回ボールを上に上げて下ろした方が歩きやすいと思うんで、上に上げて、あ、大丈夫です、はい、なんとかあれをあんまり上げないで小さすぎると多分合わないんだと思うんですよね、はい、うん、ただちょっと時間以降も気持ち的に不安ですよね、そうですね、うん、右のレーンですね、うん、いやあのねタイミングさえパッと直れば全然不安はないんですよ、はい、レーンは掴んでるんで、だから残りのフレーム数と直るタイミング、はい、で堂本プロは掴み始めてますか、掴んでますね、うん、向こうで天秤残らないできたので、こっちはターキーが出る可能性は大ですよね、流れはやや堂本プロに来つつあります、うんうん、今来つつありますね、それを確固たるものにするにはここを取る必要があります、はい、いやこれもミスですか、ミスですね、ちょっと堂本さんも今タイミングが浮き上がっちゃいましたもんね、フィニッシュの時に体が一番悪いあのフィニ上がる時はダメなんですけどね、上に上げて、はい、大丈夫ですよ、ちょっと気になってますからね、うん、ただ次ですね、はい、右のレーンの時ですね、特に、はい、このピンは4番ピンがついてないと取れないんですけど、2、8、10だと、はい、あの4番がついてると2番、4番を曲げてボールを曲げて取るとピンアクションで天秤の方に飛んでくれて、はい、意外と取れるんですよ、で堂本さん、あ、曲がるボールで取った方が私取れると思うんですけど、曲げないと取れないので、うーん、曲げないで取ったらね飛んでくれないと思うんですけどね、スペアボールを使います、あら、あれだと絶対取れません、曲げて取らないと、判断としてはこれもう3ピン狙いに行ったという判断なんでしょうね、ですね、
あ、曲がる人は特に取れる、うん、さあ姫路プロのこの右のレーン26番レーンです、はい、ちょっとここで異変が2度起きました、うん、うん、ちょっとね、あ、ただ本人の表情を見る限り、うん、手はね、あのプッシュ上がちっちゃいんですぐ降りるから、はい、うん、足がついていかないんで、もうちょっと大きいですよね、いつもプッシュ上が大きくして、ね、ゆっくり歩いてるのに。これ今ダブル取れましたけど、納得の表情ではありませんでした、うんうん、そこに気がつけば、あの全然大丈夫です。さあこれでどうなりましたかね。100ダブルが来たので、ダブル2つ来てますの で、うん、でオープンフレームできてますね。2マークリードしています。堂本プロはここですね、はい、ここもう一回立て直して、堂本さんもね、堂本さんもタイミングがなんかおかしい、うん、どうでしょう、やっぱりね、疲れてないって言っても疲れてるんですよ、手も足も、うん、ね、頭も。でまたそれ時間を置いたことによって出てくるところもあるんですか。だからちょっと休んじゃうと難しくなっちゃうんですよ、うん、なんか予選のようにずっと続いてた方が分からなかったりと、うん、続いてるといいんですけどね、はい、多分ね、ああいう姫路さん、ああいう状態になったら初めてなんで、どこを直せばいいかっていうのはこれから考えないとダメですよね、ああなった時にね。本当に見ないシーンでしたからね。そうですね、また、はい、まあ、一度だったら分かるんですけど、もう三度とね、うんうんうん、なっていっていたので、あのね、よく稲橋さんもなりましたし、はい、長谷川雅美もなりましたしね、あのそういう試合中に行ったり来たりっていうのはあるんですよね。小さいな、はい、うん、まあ、その中でもオープンフレームは作らず来てますね。そうですね、この辺りはさすが、はい、さすがです。さあ堂本美沙にとってはここで姫路がストライクを続けなかったことは一つチャンスになってきます、うん、あそこの6フレでオープンフレーム作ってくれたことでちょっとね、その気持ち的には楽になりましたよね、姫路さんはね。そうですね、どうもあそこでターキー来てるとまた大変でしたけどね。そうですね、うん、あの6フレですよね。逆に言うとここですね、この8フレでしっかりストライクを取っていければ、はい、追い上げのチャンスはまだ出てきます。しっかりなりましたね、今ね。さあこれは終盤の終盤までもつれ込んでいきそうです、はい、ちょっと直ってきましたね、はい、さあ9フレーム目、堂本はまずここもね続けていかないといけません、はい、まずここ持ってこないとね、はいはい、2マークですからね。そうなんです、はい、まず一つ返しておく必要があります、はいはい、あちらはねポケットはもうつけてるので10番ピンですか、10ピンが残るかどうかですね、ですか、はい、はい、リズムよくとはいきません。さあ姫路うらら、この26番レーン第9フレーム乗り越えていければ、はい、優勝決定戦が見えてきます。終わればまたちょっと休憩で練習ボールできますからね。そうですね、うんうん、ただ2マークリードしていますので、はい、
イメージの優位は変わっていません。大丈夫かな。おっと、おお、なんとかかすめました。あのね、姫路さんじゃなくて堂本さんまでちょっとタイミングがおかしくなってるので、こういう時はね、はい、あの相手の歩くのを見ない方がいいです。堂本さんはね、釣られてしまう部分もあるんですね。ありますからね、はい。とりあえずこれスペアを取らないとね、タイミングよく。はい、さあまず堂本美沙はもうパンチアウトをして203まで持っていきたいところ、うん、ただもう姫路が大きくリードしていますので、基本的には姫路が3が手振れどうなるかわからないので、とりあえずパンチアウトして相手にプレッシャーかけるしかないですね、堂本さんはね。もう出して待つしかありません、はいはい。ただ姫路は次の1投目でストライクが来たら、その瞬間勝利が確定します。来ましたね、はい、来ましたよ。さあ、うん、堂本はマックス203、スペアを取りたいですから、ストライクが来れば。あ、さあいかがでしょう。これね、8本でしょ、はい、倒さないといけませんね。2の11本倒して190、201だから、堂本がこれまず外せばストライクを取れなければ姫路の勝利は決まります。ストライク取ると取ってパンチアウトをすると、姫路がもしこれスペアメイクに失敗することがもしあればもう逆転になります、はい。でも5-7は取れる可能性大ですから、はい、まずはこの1投です。さあとりあえず堂本さんは持ってこないとダメなんですよね、はい、これは取らなければいけません、うん。さあどうでしょう。どうだ、うん、取ることができませんでした。この瞬間優勝決定戦へ進んでいくのは姫路うららとなりました。いや、お互いちょっと苦しんだ中でね、うん、競り合っていたんですが、第10フレーム2投目で決着がつきました。大丈夫ですね、はい、狙いましたけどね。本当にもう一つ切れたらね、分かりませんでしたね、うん、これ本当に。いや、これは、ね、いや何があるか分かりませんからね、うん、苦しいながら競りました、はい、200-193、優勝決定戦へ進んでいくのは姫路うらら。ただこのぐったりとした表情、うん、精神的な部分ですかね、うん、ここでね、やっぱりちょっと練習してきた方がいいですよ、どうしたらいいかね、はい、はい。今大会の3位は堂本美沙となりました。ただ予選ラウンドから素晴らしい内容を見せてくれました、はい、今日はパーフェクトゲームも記録しています。さあそして勝ち上がりました、うん、姫路うららプロのインタビューです。優勝決定戦進出を決めました姫路うららプロです。おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっとみんな心配になったシーンが一箇所あったんですけれども、5フレで3回続けてタイミングがなかなか合わなかった、あれはどんな感じだったんでしょうか。すいません、ご迷惑をおかけして、少しのきっかけで1回目投げられなかったんですけど、それで2回目も3回目もタイミングが合わなくって、ちょっと投げるのが怖くなってしまいました。しかしその後しっかりとねストライクを取ってダブルを取ってミスなく優勝決定戦進出です。今のお気持ちは。最後5番7番が残りまして、投球も例も分からなくなってしまいましたので、もう一度立て直せるように次のゲームに集中します。優勝決定戦進出は姫路うららプロでした。おめでとうございます。ありがとうございます。
JPBA ウィメンズオールスターゲーム2019決勝ステップラダー優勝決定戦です。はい、姫路うららがやはり上がってきた。しかしこの1位通過の内藤真由美も、はい、今日1日ずっといいですからね、うん、パーフェクトも出しましたし、はい、苦しんだというゲームはほとんどなかったかもしれません。なかったようですね。いい感じで投げてます。あとはこの空いた時間、うん、しっかりとまとめて相当待ってましたからね、うん、はい、この一投がまず大事になってきます。ストライクから始めます。5年目内藤真由美、まだ優勝はありません。ただ2位など上位にはずっと来てるんです。対するが姫路うらら。ただ思えば去年も開幕先制したのは姫路うららなんですよ。ああ、最後テレビ決勝でパーフェクトを出したね、関西オープンがありました。ああ、そうですね。これ取れば2年連続ということもね、うんうん、ある位置にいますからね。ただ1投目の差が出ました、ね、すごいスプリットに見えますけど、はい、36のところ行って9番ピンをボールで当てて3番を左に飛ばせばいいので曲げてしっかり出して、はい、よし、これですね、取れました、言う通りできました。さすがです。さすが姫路さん。あれはね、本当にね、すごいスプリットみたいだけど意外と取りやすい。お客さんの拍手もおのずと生まれましたよ。はい、これでまた気分一転して、はい、姫路さんも投げれますね。ちょっと3位決定戦では苦しんだシーンもあったんですが、はいはいはい、やっぱこの切り替えができるっていうのが ねさすがですね、はい、さあ、ただ調子のいい内藤真由美、ちょっとね、ボールの球離れて離れ方がちょっとしつこいです、はい、いい時もうちょっとスパッと離れてます。そうですか、うん、ちょっと違いますね。力入ってますよ。いやでもさっきのスペアメイクは大きいですね。これこう見ると大きいですよね。うん、はい、このオールスターゲームは去年の上位20名、そして A 級シード3人、推薦枠1人の24名で争っています。まあ、いわゆる去年成績を残した実力者たちで優勝を争うという大会になっています。今年の開幕戦でもあります。初タイトルを取るのか、A 級シードに王手をかける19勝目を取るのか、うん、そうですね、どちらにも大きな価値を持ってきます、はい、で新しい試合の第1号の優勝者になりたいですもん ね。あ、ちょっとね、本当球離れが悪いですよね。確かに、うん、だから集め集めいってるんですよ、うん、はい、いやちょっと姫路うららの気迫をね、はい、感じるこのピンアクションです、うん、そうですね、やっぱりボールに気持ちが乗り移ってますからね、はい、さあこれはどうだ、うん、これもなんとか危ないですね。いやもうまだ3フレーム目なんですが、見てるお客さんからの歓声悲鳴のような歓声がね、はい、たくさん起きています。優勝決定戦オールスターゲーム、総当たり戦を制して勝ち上がってきた2人。まあこの姫路うららのこのややなんか集めに行くシーンがね、うんうん、このステップラダーでは時折見られていくんですが、はい、今のは完全にコントロールミスなので、はい、そんなに気にしないでスペア取ってまた新たな気持ちで、
ちょっとねリリースの時にスパッと離れるといいと思うんですけどね。ちょっと引っ掛け上げてますよね。ただこれはいいところに行きました。でも本人もねちょっと表情が明るいわけではないので、おっしゃっているところが気になっている可能性もありますね。もしかしたらわざと遠くに掘ってるのかもしれませんのでね。意図して、はいはい、はい、並んでいます。さあ並んでます、はい、ちょっとこれも痺れるゲームになりそうですね。はい、まず内藤がダブルのチャンスを作っています。ここできました。ダブル来ましたね。まず最初にダブルを取ったのは内藤真由美、うん、今のは意図して放ってるように見えましたね。そうですか、はいはい、となるとイメージ通りいってるんですかね今のあたりを見ると、うんはいはい、来ましたね。さあ姫路もストライクです、はい、ワンマークリードは内藤真由美です。まあただ姫路の後半のねストライクラッシュスコアの伸ばし方をねもう各選手把握していますので、はい、取れるうちに取る必要があります。ん、今投げ終えた後に少し気にしました、うん、内藤もプロテストにトップ合格をしてもう何度もシード入りをしているんですけれども、はい、まだタイトルがない5年目のシーズンに入っています。そして今度は姫路がダブル、はい、取られたらすぐに取り返す。いやー一進一退です。第6フレームが終わりました。さあ今度は姫路がリードを作っていけるかですね。はい、そうですね。やはり左のレーンの方が奥の入りが甘いためにああいうふうに残ったり天秤が残ったりしているのでね、うん、まあまあスプリットにならなければ大丈夫ですよねお互いにね。はい、はい、内藤も一品残りました、うん、天品ですね、はい、もう何ゲーム投げてきてるので奥のね入りが甘くなってくるんで、はい、天品が残るのはしょうがないんですよね、はい、こう見るとでも姫路うららの1投目のこのスペアですね価値を持ってます。そうですよ ね、あの大きなスプリットね、あれがオープンフレームかどうかは非常にね本人メンタルも影響してますし、はいはい、さあ横並びで残り3フレームです、うん、1品差です。はい、こうなるとカウントが大事ですね。1品、はい、イメージウララが今リードしている状況、この辺でストライクを出しとくと有利ですよね。スペア後も大事になってきます。はい、まずは姫路、うん、まあまあ9本で、はい、
最低限ですね、はいはい、さあ今度は内藤です。内藤はねここでまず取っていかないとカウント面も含めて本当に一品の差でというところがね、はい、起きうる展開です。内藤はストライク、ね、カウントは揃いましたがストライクと内藤が一歩リードをしていこうかという場面、はい、さあ第9フレームに入っていきます。さあどうなりますか、はいはい、内藤がこれでストライクを続けると、うん、一歩リードですからね、はいはい、ここで持ってこれるかどうかですね。一つ大きな分岐点になってくるかもしれません、はい、第9フレーム。どうだ、来ました。来ましたね。この終盤でこの精神力、さあワンマークリードを取りました。こうなると姫路うららは取らなければいけません、はい、ストライク欲しいですね。姫路も負けていません。いや恐ろしい2人です。どちらかが行けばどちらも行く。さあ第10フレームに勝負の行方かかっていきます。内藤にとってはここでもう一個取ると220まで行きますからね、はいはい、優勝が近づいてきます。スプリットですよ。いやこれはなかなか厳しい展開に変わってきそうです。さあ逆に姫路がこの10クレーム目第1投、出ちゃいましたボールが。うわあ、6本でも、ね、まあカウントダウンはないですけど、難しいスペアが残りましたよね。はい、いやお互いにね、うん、簡単ではありません。ただ内藤がリードしていることには変わりはありませんが、これを取れば、はい、ええ、勝ちですよね。取れれば、あ、取れないですから203で終わりましたね、はい、姫路は、現状で言うと、うん、これをスペアを取らないと200アップしないので、ね、これスペア取りますと、うん、207にもなりますから、ミスしてはダメなんです。そうですね、まずこれを取らないといけません、はい、取らないといけません。この時のあの6本というのは本当にプロボウラー大嫌いのピンですからね、あれ、はい、はい、さあどうなる。さあどうでしょう、どうなる、取りました、取りました。さあ、はい、姫路うらら現状、はい、197ピンですから7本倒した段階で姫路うらら優勝、はい、6ピンなら同ピン、はい、5ピン以下なら内藤、はい、いやまさか点フレにね内藤さんがスプリットがあそこで出るとはね、はい、ボーリングは本当に最後の最後まで分かりません。はい、去年の開幕も姫路うららから始まりました。さあ、いやさっき6本だったから余計気になりますよね、はい、ただもう集め狙うからそんな6本はないと思いますけどね。
しっかりと倒した。優勝は姫路うらら。2019年の開幕戦オールスターゲームを制しました。いや通算19勝、いよいよ A 級シードへ王手、あと1勝としています。いや苦しんだ、苦しみましたね、悩んだ姫路うららが下を向いた、そんなシーンも多くあったんですが、乗り越えてやはり最後に頂点に立ちました姫路うららです。いやー良かったですよ、苦しんでね。それでは優勝インタビューお願いいたします。さあ優勝しました姫路うららプロのインタビューです。ちょっといつもの姫路うららプロとは違います。呼吸が今荒くなっていますが、いいですか、 JPBA ウィメンズオールスターゲーム初代女王に輝きました。おめでとうございます。ありがとうございます。っていう声が思わず聞こえたんですが、ちょっと信じられないといった心境なんでしょうか。本当ちょっとまだ信じられないですね。ちゃんと投げられなかったですし、最後もちょっと信じられないですね。はい、このゲームナイトプロとの一戦というのは全部覚えてはいますか。いや、もう頭が真っ白で、自分自身がパニックになっているというのもありまして、いつもの戦いとは違うこの2ゲームでした。まあ、そんな中でもしっかりとですね、本当に抑えるところは抑える姫路うららプロなんですけれども、もう本当に一歩も譲らぬね展開で、最後点フレまずは6本残しましたよね。あそこは覚えてはいますか。はい、ストライクを狙って投げているんですけど、ちゃんと投げられなくって、まさかあんなに甘くなるとは思わなかったんですけど、もう例も分かっていない証拠だと思います。そして最後はもう本当に3本差での優勝ということになりましたけれどもね、もうこれは記憶に残る優勝になるんじゃないですか。いろんな意味で6本で同点というのを計算して分かってましたから、でも手振れの一投目6本でしたので、すごく怖くて前にボールを投げることが精一杯でした。いや本当にでもしっかりと優勝を手にしました。初代女王ですよ。信じられないですけど、ぜひ来年ももう一度開催してもらいたいと、もう一度開催してもらいたいなと今思ってます。ね、連覇ができるチャンスをね姫路うららは取ったわけですから。さあそして去年の開幕戦も優勝しまして2勝をしました。そして今年も開幕戦勝利をしまして、 A 級シードへの王手がかかりました。ありがとうございます。北小金ボールさんは自分にとって第2のホームグラウンドでもありまして、通っている回数が双葉ボールの次に多いので、お顔なじみのお客様も多く、リーグ戦に参加してくださっている皆様も今日見に来てくださってましたので、19勝目皆さんの前でできて本当に幸せです。さあ始まりました2019シーズン、改めまして抱負を込めて皆様にメッセージもお願いいたします。はい、まだ本当に信じられないんですけれども、大きな一勝をこうしていただけて本当にありがたいです。今回の24ゲームのラウンドロビン、それぞれの対戦がすごく感慨深くて、思い出に深く刻まれる1ゲーム1ゲームばかりでした。皆様もこのスカイエイをご覧になって、自分もボーリングやろうというふうに思ってもらえたら嬉しいです。またこの、上位24名のメンバーで今年も1年間プロトーナメントを盛り上げていきますので、引き続き変わらぬ応援どうぞよろしくお願いします。おめでとうございました。初代女王は姫路うららプロでした。おめでとうございます。ありがとうございます。